飛行機の作り方。260青に空気を入れます。7センチのバブルを一つ。絞りひねり。12センチの柔らかいバブルを作ります。口巻きを縛り付けてください。8センチのバブルを一つ、絞りひねりを二つ。8センチのバブルを作り、元の箇所に絡めます。8センチのバブルを作り、2個の絞りひねりに絡めます。8センチのバブルを作り、元の位置に絡めます。柔らかめの12センチのバブルを作り、残りはしぼませます。260青を膨らませます。後ろの絞りひねりに絡めます。12センチのバブルを作り、元の位置に絡めます。主翼を作りましょう。残りの風船を2つのバブルの間に埋め込んでください。風船に曲げ癖をつけます。適当な長さのバブルを作り、2つの絞りひねりに絡めます。同じように曲げ癖をつけます。適当な長さのバブルを作り、残りはしぼませます。元の位置に絡めます。最後のバブルを、2つのバブルの間に埋め込んでください。
これで完成です。お疲れ様でした。